いや俺らさ人力車終わったじゃん。ちゃんと人力車の人に聞いた？何ですか？美味しいご飯屋さん。あ、お土産の話聞きましたよ。あーそっちか。はい。何聞いた？何聞いた？なんか桜貝のアクセサリーとかが結構人気らしいんで。うんうん、それいいんじゃないかって言われました。なるほどね。小町通りで、はい、なんか一番美味しいのは海鮮でチラス屋さんみたいなあるんだけど、メニュー海鮮食えないじゃん、はい、あ確かに。やめた方がいいそれ。メニューカップとかでいいっすか？マックダメなのか。マックだけでマック食えずいますか？まあでもなんかあったら食べたいよね。まあね、確かにね。あ、袋あ、ほんと袋の森だって生袋かと思います。すごいこれ。え、これいけないんかな？え、これいけないんすか？2時間あるので。え、いくら？聞いてみてもらっていいですか？どれだけ？カメラ持っていきましょうか。直談判。まだいつもお得意のあれで。あ、オッケーオッケー。はい。すみません。ちょっと僕らYouTube チャンネルやってるんですけど、YouTube 撮影って可能ですか？うわー、やったよー。はい、行きます行きます。うわー、やった、行きました。いや、嬉しい嬉しい。1名様800円です。なるほど。4000円。はい。はい、ありがとうございます。袋さん、触れる場所決まっています、はい、頭の上から背中の真ん中ぐらいまでを、はい、手のひらではなくて手の甲で縦方向に触ってあげてください、はい、それ以外の場所を触られるのは嫌がります。触らないであげてください。この子から触れますよ。え、いたんだけど、びっくりした、はい、え、気づかなかったんですか？気づかなかった。めっちゃ近くに。かわいいですね。おー、どうですか？柔らかいね。どんな感触なんですか？なんか綿飴みたいな。柔らかい。そうなんですね。めっちゃ柔らかくない？袋でしました。眼球動かないから首回してるみたいな。そうそうそう。初めて触った。今日初めてなんだけど、全部初めて気分で。アニマルズ情報です。え、ありますよ全然。もうえ、ただあるんだ。え、全然ありますよ。めっちゃ手慣れてんな。確かに。ね、だからちょっとね。ダメだよ。え、あ、カチカチ。すいません、噛まれるよ。ああ、やっぱ煽ってるやつ。怒ってるやつ。ほら、見て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 。やめます。やめます。やめます。めっちゃこっち見てますよ。すごいこっち見てます。首すごい回りますね。180度。おお、すげえ。なんか R2D2 みたいな。めっちゃかわいい、うん、眠そう。眠そうっすね。ネジ触ってみてください。ネジ触れるんだ。ちょっとビビえ、ネジ袋苦手だった。こっち向くない。こっち向くない。おお、柔らかいでしょ。柔らか、思ってるより柔らかい、あ、そうなんだ。名人ちょっと袋っぽいけどな。確かに。っぽいよね。確かに。首が動くじゃん。名人これやって、カメラに向かって動いてる。あ、そうやって。シンクロした、シンクロした。あ、僕ちっちゃい声で大丈夫です。大丈夫ですよ、触ってください。いや、僕全然ちっちゃい声。触ってください。ほら。ずっと俺のこと見てるんですよ、この子。はい。確かになんか好きなんだ。マジ怖いです。え、一回触ってください。触ってみ。触ってください。いや、ガチ怖いんですけど。大きな声出すと。静かにね。あ、今ちゃ、こうで。そうそうそう、ゆっくり。え、柔らか？めっちゃ柔らかい。え、マジ？ダメだよ。ナイスナイス。ナイスってやめろ。触ってみてください。気分によって噛むみたいです。この子は触って大丈夫ですか？触れますか？これなので。え、痛くはないですか？そうですね、お客様にやってもしかしてちょっと痛いと感じるかもしれない。ただ、こっちではないので。痛いです。最初は、4、5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 、
うん、勝ったからやろうかしら。男気じゃんけん。あどうした？うん、弱痛い。弱痛い。大丈夫大丈夫。むしろ触れ合ってる感じだね。気持ちいい。おすごいな。どうでした？うん、弱痛い。あれ名人会話してないなんか喋りかけてるんですか名人なんか森の番人みたいな確かにちょっといいよ、うん、なんかいい触ってくださいよいやいや大きいしえ、すみませんどのぐらい痛いですかえ、ちょっと待ってどのぐらい痛いか全然やばいっすよだって今いけるもうチャス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 え、かわいいめっちゃかわいいめっちゃいいえこれ2人ともめっちゃいいかわいいかわいい
小さくない。何してるんですか、本当に。何してるんですか、本当に。名人が撫でてから離れたわ。うまくた。この頭だけだって。めっちゃ可愛い。でもなんか今にも噛みそうな感じがする。いやいやいや、マジで見つかなくなっては、この子だけは。名前もクラウディアって、怖すぎでしょ。プロの中でも最大級の大きさだって。髪の雰囲気とかわかるんですか。目見たらわかるよね。頭出してください。いや、なんで俺頭噛まれに行くの。ご利益あんのか。噛まないって書いてあるから。噛まないとは一言も書いてない。故障はできない。日本語を語訳するってあんまない。チャコはいけるな。チャコね。ごめんね、チャコ。ちょっといやらしい。チャコごめんね。いやらしい。ごめんね、チャコ。ごめんね、チャコ。あ、イラついてるわ。あ、でも好感度ぐらいさっきユーザーちゃんのやつやばかったよ。あー、あかんかん、ストレス、ストレス。左遷。左遷。あくび。あー、かわいい。貴重な瞬間ですよ。ね。え、ほんともう口開けてるもん。かわいすぎる。痛くないの。え、全然痛くない。痛くないんだ。噛まれた。噛まれに行きました。痛くなかった。めっちゃ怒ってるけど。うん、ごめんね。結構嫌われるタイプかも。結構嫌われたタイプ。黒にね。めっちゃもう口開けてるもんね、もう。もう準備しちゃってるもん。これはマジで無理だと思う。いけるいける。行ってください。え、絶対無理でしょ。じゃあ行けるって。めちゃくちゃ口開けてるけど。早く知る。俺これ無理だって、本当に無理。はぁとか言ってるもん。だって誰かが言ってくれたらいけるかもしれない。ちょっと見てなかったな。そもそも名人ちょっと一回、まあ全然いいけどな。じゃあ行ったら行ってよ。オッケー。甘噛みや。あ、かわいいね。全然痛くない。ほらやってみ。かわいい。もうめっちゃ息ふうふうしてるわ。全然痛くない。これまっすぐ行ったら突き抜けた先の右手に金があるんで。うわっ、うわっ、急にマリンちゃんが急にあれ見た瞬間にこれ直撃の相馬みたいな。うわ、なんかすごいアクセサリーいっぱい売ってるよ。買っちゃう。ほんまやな。ギャル3人で決めてよ。どれ。あ、確か選んでもらったら。はい、買いました。もう10個買ったんで全員分です。全員分ね。はい、似たようなやつは10個買っておきました。はい、あ、ここが来た。うわ、ほら、え、なにこれ、ラショーモン。ジェイジャーって。カイちゃん大丈夫ですか。マジェンジャーバイク通れる。なんかめっちゃ黙ってない。え、今大丈夫ですかって。田舎の馬出てきたの大丈夫。これお賽銭。おい、えぇ、ー、雪菜みたいな構図にできたけど。え、なんかすごい。えぇ、神がいっぱいおる。え、これちょっと力もらいたい。え、なんかすごい特化の剣みたいな持ってる。確かに、かっこいい。みんなお祈り。ミッキーだけ祈りが長い。長いやー、ミッキー。長いな、ミッキー。それ長いでしょ。それはね。それはもう。登らせてください。え、まだ登るんや。結構急やもんね、これ。結構あるぞ。行くでー。言ったら富士山がこういうのがもう4時間ぐらい続くんで、めっちゃきついです。そう考えたら。え？後半1、2時間はもうただのこの階段じゃないですからね。そうなんや。鬼の急斜面ですね。ガタガタの。息切れやばい。足動かん。これめっちゃ熱くない。あ、なんかくぐるやつあるやん。お、すごっ。楽しそう、あれくぐりたい。健康っぽいっすね。大事だ、光にして一番。行きます、行きます。ちょ、あれ全員でくぐろう。最も大事、最も大事。ルール絶対あるはずですよ。あ、これ8の字ですよ、8の字。お前順番乗っとうやん。あ、もうあるわ、書いてあるわ。これじゃあ行きます。続いてた方がいいっすね。行った方がいいじゃん。はい、続きます。連続連続、はい、行ってきます。鳥の線入れておきます。ありがとうございます。光さん、最中はどうかやってる。これ、あの千と千尋のな、パクがバーって追いかけられとった式神みたいな。じゃあ、書きました。これ年齢。はい、書いた。お願いします。え、これ1枚でいいんですよね。年齢も書くの。1枚、1枚年も。よし、これでもうみんな大丈夫や。じゃあ次、ラストチャペル行きますか。チャペルね、金ですね、はい、じゃあお参りできたんでね、金鳴らし行きます。エスカレーターがあるの。あるってことあるっすか。江ノ島エスカーって書いてある。エスカー、エスカー、主任がある。書いとるやん、エスカー。ってことは、エレベーター、エレベエレブみたいや。写真撮って大丈夫ですか。あ、全然全然。おはようございます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 。有料なの。あれに乗ったらってこと。なんか早く着けるらしい、そこの場所に。乗った方がいいんじゃないですか。いや、絶対乗った方がいい。ファストバスみたいな感じだ。180円、大人。じゃあ行きますか。はい、エスカー乗ってみます。エスカー行きます。
すごいヤシの木が違うダンジョン来たみたい。すごい、これキャンドルの右奥ですね。あ、それや、これや。こっからで 500m あるで。まあ、500やったらまだ500m 走なんだ。ないです。あ、50m。 ね、大丈夫ですか。マジ危なかった。支えてあげて。え、じゃあ作戦食いて。作戦買う。買う。いいね、買った。いいや、欲しい人買おう。ラーメン売ってますよ。あ、いいや。休憩休憩。やばいね、これ景色。背後からのコンビにご注意ください。感じがやばい。怖っ。うちが一番狙われてる。すごい、ここ。うわ、めっちゃ綺麗やん。うまらんね。この景色エモいな。あ、めっちゃいいやん、ここ。かっこいいやん、これ。めっちゃいいわ、これ。うん、あ、うま。いいやな、これ。映え方すごいな。じゃあもうそろそろ帰ろうか。いや、鐘を鳴らさないと。あの鐘を鳴らすのは誰？あそこって何ですか？あれ登るのさすがにきつない。いや、あれはきつい。あれがキャンドル。あれ、そうなの？あれキャンドル。あれキャンドルですよね。あの横にあるんですね、だから鐘が。すごっ。鐘行きましょう、もう。鐘行きましょう、もう。だいぶ歩いたな。いや、やばいっすよ、歩き。この江ノ島ルート結構な歩きやわ。いい運動になりますね。こっちすごい。すごっ。怖っ。ね。やばいな、これ。お願いしても僕も撮りたかったんです。僕もちょうど撮りたかったんです。ちょうど撮りたかったんです。ちょうど撮りたい時で。まんじゅう撮りますか。いいですか、手触れちゃって。メオトまんじゅうって超うまいやつじゃん。メオまんやん、メオまん。うまい、うまい、メオまん。あ、でも向こうのお土産買ってこなかったから買っとく。あ、食ね、買っとく。食、食、メオまん。じゃあこれ一つお願いします。メオトまんじゅう10個入り。あれ、4時までに戻るんでしたっけ。まあ、でも僕らも遅刻しても別にもう疲れない理由もあるんでいいと思います。本当に体調悪いんでね。一応4時にずらしたんですけど、4時半とかに。はい、目を向かいました。目を向かいました。遠すぎる場所が。そうですね、場所が遠すぎる。しかも僕ら30分半であるんで、そもそもね、撮ってないよ。何これ。もうこんなん、もう。え、何これ。 YouTube 的やろ、これ。これだと、これめっちゃ気になるけど、冷やし飴ってやつ。え、生姜味って書いてあるけど、どういうことなの。これ本当にだから、ジンジャーエールの炭酸抜きみたいな。よしきさんですよ。うまい。こんなことあるんですか。ちょっとさん、ハテナ買ってください、ハテナ。確かに。一番好きなさ、ペットボトルの一本で。すげえ、何これ。日本果物。あ、美味しそう。うまそう。梨の…梨のジュース。すごい、うまそう。夏のサイダー。梨のサイダーみたいな。へぇ。あ、フルーツナイフ美味しそう。え、美味しそう。フルーツナイフがあるな。1個だけ食べない。1個だけ食べよう。あの、めっちゃ並んでますよ。並んでるか。やめましょう。まあまあね。ソフトはどうする。ソフトはどうする。やばくない。ソフト食べる。食べたくないですか。じゃあさすがに買いに行きますか。ソフト食べる。5人で買っちゃうと混んじゃうから、じゃんけんしましょう。あ、いいよ。2人で買いに行きましょう。2人でじゃんけん。はい、そうでしょ。じゃあ、お願いします。金だけくれや。いや、奢ってください。いや、じゃあ、あの、ルール知ってる？ 3 万円でっていう。それはカツアゲになっちゃうし。酒食べていいよ。え、何それ。え、めっちゃ美味しそう。コーヒーブローとコーヒーブローと。あ、それ、アクさんが頼んだやつですか。アクさんはこれ、エクタルトです。ビラン、ビラン、ビラン、ビラン。なんで、うちこれでも鎌倉限定だって。マジで。じゃあ、3人とも私がもらっちゃっていいんですか。もち来た方がいいと思う。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しそう。美味しい。あ、チョコだ、これ。そうだよ。え、うんこだと思う。あ、コーヒーとの相性もやばい。へぇ、めっちゃ美味しい。行きますか、歩きながら。はい、ありがとうございます。今さ、超絶人気あるやん。かわいい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 。すげえ。てか、もうこういうとこ入っても良さそうっすけどね。あ、てか、うまそう、ここ。ここめっちゃ美味しそうじゃない。ここで行っちゃうの。ここ行く。はい。めっちゃ美味しそう。生しらす丼あるし。え、生しらすないですよ。今日は。あー、知らせあるんだ。生揚げになる。ここに撮影が OK かどうか。そうですね、聞いてみます。許可おりました。ダメと思わせていけました。おー、来た2人の名人はマグロ丼にしてもらって。魚っすね。めっちゃ美味しそうじゃないこれ。美味しそう。しかもシラスも美味しい。お刺身でございます。美味しそうじゃない。
じゃあ俺も海鮮丼がよかった。じゃあ先に2人に食べてもらいますか。うん、いただきます。さっきね、ちょっとカメラ回してなくてね、名人のモンゴルトークがちょっと炸裂してて、名人がモンゴル出身って言ったら、ガチなんですか。ガチですガチですガチです。クォーターなんで。え、ママのパパどっちですか。ママのおじいちゃんの方。ママって呼んでるんですか。今ママモンゴルだから。ママモンゴルだ。確かに。ちょっとモンゴル。モンゴル顔っすか、はい、やっぱモンゴルにある。ちょっとモンゴルにあるなって。あなんかあるよね、うん、まあね、目元とか口元も、うん、モンゴル。全部モンゴルやんじゃない。ガタイがモンゴルって言ってた。体がモンゴル。体がモンゴルって言ってた。モンゴルボディやん。結構この目の前に食べられてるの結構地獄じゃない。いやいや、まあまあ食べれるからね。これ食べれなかったら地獄じゃない。確かに確かに。食べていいんだよ。食べていい。うわー、しらすいったな。いやー、鎌倉名物。うんうん、マジうまい。マジうわ、マジうまい。普通のしらすと違う。プリッとしょ。本当かな。本当かな。かけましょう。あ、ありがとうございます。ストップいってね。はい。じゃあいただきます。水野の大好きなブリかハマチどっちかな。分かってないよ。さすがに俺と名人突っ込んだっすよ。小松でいい。今この中に握りしめて。どうご飯握った感じ。うますぎて。鎌倉のご飯どう。どう握った感じ。ぐちゃぐちゃ。そりゃそうや。じゃあいただきます。あ、いいですね。うまっ。うまいな。おめっちゃうまい。もり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 。なんでね、鼻が空いてるから。おいしいですか。めっちゃうまい。もりもり食べてます。相馬さん、お腹減ってた。めっちゃうまい。なんかあの捨てられた猫拾ってきたみたいな気分に。俺そんな汚い。おいしい。ギョギョギョって言ってください。ギョギョ。魚くんじゃねえんだって。じゃあもうすぐ鐘があるみたいなんで、この辺から222に分かれて鐘鳴らしていきたいなと思います。まあ、マイスさんもいるんで。どのペア、え、全員鳴らせるってことか。じゃあもう。もう全員鳴らせるってことじゃない。もちろんいいんじゃない。もうじゃあペア決まってるんだよ。もうこれじゃないです絶対。こう。ゲラと裏方キラーと。裏方キラーと。裏方キラーね。でそれでいくか。じゃあ誰から行くか。じゃんけんしたら3人で。3人女子ね。さあ、じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。どうします順番。3最後で2で。マイさんとじゃあキリブで終わりました。マイリプです。はい、マイリプ、マイリプ行きましょうか。はい、行ってきます。お熱いか。お熱いな。ちゃんと金のとこ行ってください。あ、もちろん行きますよ。神社のとこあるの横の。うん、え、マイさんってこういうとこ来るんですか。家族と神社みたいな。いや、あんまり行かないですけど、でも初詣とかは。ああ、そうですよね。確か、はい、確か行ったりはしてましたけどね。おみくじ引きます、はい、そういう時。おみくじ引きます絶対。大吉とかある。前は多分大吉でした俺。結構なんかそういうのラッキーなタイプです俺は。え、今日引いたことってあります。今日ないっすね。あ、ない。うちもない。今日ってあんまり引かなくないですか。だってなんかうち結構周りにいて、うちもいつか引いちゃわないかビビってます。引いたところでまあ結局ね、挽回できるとかあんま信じてないですよ正直。すごい光るさみたいなこと言う。やっぱ兄弟だ。うん、いいことしか信じないんで。確かにね。そっちの方がやっぱ人生楽しいじゃないですか。占いもね、やっぱりいいことしか聞かないようにすればね、ハッピーですね。そうです。でも楽しいですか。いや、ちょっと過酷。歩きがしんどいです。うん、思ったより歩くなと思って。やっぱ俺年齢がやっぱ一人上じゃないですか。うん、しんどいっすね。でもマジで江ノ島景色いいっすね。俺初めて来たんですよ江ノ島。なんか空気良くないですか。空気いいです。そう、空気がすごいいい。でももっとなんかほんまもっと食べ歩きしたかったなっていう。本当はね、演者側だったら俺思ってましたね。食べるのが好きなんで。わかります。うちも最近一番楽しみなの食べるとき。へえ、大好物なんな。でも定期的に食べても飽きないのはしゃぶしゃぶ。ああ、しゃぶしゃぶ。うん、なんか脂っこいものこの年の割にダメで。カルビとか無理なんですか。絶対無理。もう1枚で撃沈します。はい、俺ももうカルビ無理ですもん。え、もう無理。まあ年齢的にも多分無理ですね。そっかそっかそっか。だからやっぱりタンとか赤身。赤身系だ。景色こんな感じです。鳥みたいな。Vlog みたいな。マイさんの Vlog みたいな。俺夜来たらめっちゃ怖そう。肝試しとかギャルってやっぱするんですか。透明って絶叫系とお化け系マジ無理なんですよ。ギャップ。なんか何でも結構大丈夫そうなイメージ。なんか心臓壊ってんの怖くて、ちょっと切れちゃう。あ、切れるんや。すごい。ドラゴン。ドラゴンボール。ドラゴンです。
すごい、ほらやばい、これかっこいい、牛牛参拝、これよく作りましたよね。確かに、なんかほんまに神社がめちゃくちゃ多いっていう。あっちだ、あ、ここ、ね、ありました、ありました。じゃあ今から早速鐘をね、鳴らしに行きたいなと思います。まあでもこれが仕事なんで。何時に仕事って言うんですか。ごめん。先ですね。先です。カメラとしてのカメラマンとしては仕事っていうのね。別に今は仕事じゃなくてプライベートを楽しんでます。アフターフォローが熱量がすごい。空気めっちゃいいな。自然な感じが。でも地元こういうとこなかったですか。こういう感じですよね。どっちかというと山に囲まれてるとこなんで。あ、そうなんだ。めっちゃ田舎です。一緒ですね。田舎なんですか。うん、ほんとこういうところで一人で遊んでましたよ。虫遊びとかしました。うん、した。木登りとかした。あ、そうなんや、はい、兄弟いないんですか。腹違いはいるんですけど、実質一人っ子で育っちゃってるんで、なるほどね。でもめっちゃしっかりしてるんで、姉とかだったんかなと。妹がいるんかなと思った。いない。あ、でも普通にしっかりしてるから。でも今日結構妹キャラっぽくないですか。確かに。なんか今日はなんかその前とはちょっと違う面を見せてるのかなっていう。はいはいはい。確かに野良猫が懐いた。前はなんかもう完全に回してましたからギラついてたもんね、あれで。確かにやばかったね。それが一番みんな居心地いいですね。ああ、それ嬉しいな。でもなんかギャル捨てもやっぱり求められなくなったらもう会えなくなっちゃうのかなっていう。そこまで考えてくれてるのが僕からしたらすごいなと思います。なんかメンヘラ起こしそうになります。ヒステリック起こしそうな。なるほどね。うん、なんかめっちゃ綺麗ですね。やばい、オーシャンビュー。でも結構あっという間やったの。これです、金。見て、なんか書いてある、めっちゃ。ほんまや、すごい。これ見せた方がいいんじゃないですか。ちょっとこれ目くらきめっちゃしてある。だ、結ばれますようにっていう、はい、多分これめっちゃみんな目減らすの。すごいな、これ。ここ見てください、名前すごいっす。有名人。いや、有名人じゃなくて一般の方で多分入ってるんじゃないですか。あ、結婚した人じゃない。すごい、これここ来て結婚した人がみんな入ってるんじゃないですか。すごい。じゃあ一緒に鳴らしてますか。あ、じゃ あ温度取りますね。ああ、いいですか。じゃあ、ちょっとまだ誰も並んでないんで、はい、じゃあこれからもギャル捨てが盛り上がって最高の思い出作ってきますように。はい、すごい。おー、すごい。推しと鐘鳴らした。リキマリン行きます。リキマリン行きます。近いんかな。どのくらいですかね。30キロ、あと30キロぐらいじゃん。30キロ、やばい。何でも笑ってもらえるから適当になってくる。もうなんか普段や。何もう、そう、何も言ってないのにさ、笑ったらもう。外国の方多いね。何て言ってるの。なんか俺の横顔かっこいいって。何がおもろいねん。すごい、見て、新妻さんやって。絶対いじられるやろな、高校生がだったら。俺の新妻になってくれへんって告る時に言いたいもん俺。そういうしょうもないボケ。しょうもなさそう。しょうもなさそう。あ、これだ。え、これ、これで空気が違うな。なんか涼しい。ちょっと酸素多めやな、うん、神秘的な空気。ほんまか。お前に思ってるか。すごい。しかもなんかうんこくさ。動物のうんこみたいな。うんこくさ。ちょっと思ったやろ。でもあ、そうです。写真撮ったら待ってます。あ、いいですよ、全然。私も写真撮ってください。今写真を撮ってます。え、何話したらいいんだろう。あそこ結構ガチで語ってますけど。何なの、あの二人。なんかまとめてない。そんなさ、気持ち込めてやりすぎちゃうな、あそこで。何分ぐらいすんねん。重い。まだ喋ってんだ、そこで出たとこで。そんな喋ることある。うわ、すごい。さあ、来ました。すごいよこれ。すごい景色が。景色綺麗。え、これ、え、すごい。鳴らしちゃうもん。鳴らしますか。なんか言ってから鳴らしたもん、これ。何も書いてないよな、あの二人。何しゃべる。ではこれからもギャル捨ての幸福を祈って。幸福を祈って。お願いします。うるさ、俺鼓膜いかれたかと思った。力強すぎ。ガーンとで。はい、じゃあ行きます。ラスト。
カネとかで一回も鳴らしたことないわ人生で。私もないかもしれない、ね、まあ絶対鳴らさないもんカネ。多分これカップルが鳴らすやつだと思うで。多分な結ばれる系か結ばれとる人たちがこう永遠になるかっていう。さっきから結構カップル行きますもんね。まあそりゃそうやろな。カネを普通によく分からへん人鳴らさないもん。そんなこと絶対ありえへんからな。俺も金の色その白にしよっかなと思ったことあったんやけどな。しないんですか。いや合わんねん。黒とそうこのちょっと黄色っぽい方が合うっていう。白っぽくすぎたらなんかちょっと違うねんな。白黒にやるからそこがどんどん明るくなってたら面白い。いつ気づかれるのか。それやってほしい。昔やったやんその ここを逆にしたら気づかれるのかっていう。えそれやんのでもめっちゃ大変じゃない。クソだるかったで戻されへんしすぐに。だからもうずっと変わったままね実は。えそうなんだ。そう昔こっちが金やったやん。でも変えてみてそっからもずっとこれで実は聞いてっていう。まさかのこれあったのかな。さすがあっとるよな。これで俺は迷子になってやばくない、ね、直線行っただけやのに。多分こっちっぽいな。初詣とか行くタイプ。行きます。めっちゃ行きそうやな。俺行ってないわあんまり。去年初めて行ったかも。へえー、いつも行かないです。俺人生で初詣行ったこと1回か2回しかないですよ。へえー、あこれじゃないですか。あこれやほんま流連の鐘行くか。えでもなんかここから始まりっぽくない。めっちゃ階段みたいな。なんかめっちゃ遠いぞまだ。肝臓でも俺だいぶ元気になったわ。肝臓肝臓あばらな、あばらな。肝臓痛めてないから。めっちゃ気分悪かったからな。だってめっちゃ顔青ざめてましたよ。いやなんかほんまにビビるぐらい気分悪かった。ちょっとほんまに無理やったやんな。でもおかげさんがあそこまで言うのマジでやばいって言ってました。あんまないからな俺撮影途中で脱落すること。そうですよね。それ基本やっぱさすがにってなるやん。できるとこまで。そう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 。あとなんかダブルパンチよな。このあばらも痛かったっていうのもあったから余計かも。あ、そうですよ。今デート中なんですよ今。あ、そうなんです。デート中ですか。デート中です。鳴らしました。結構見てます YouTube。あ、ありがとうございます。さっき鳴らしました。結構遠いですかこれまだ。いや、すぐです。あ、本当ですか。めっちゃバコーンとなるんで。あ、了解です了解です。気をつけてください。はい、ありがとうございます。写真撮ってみて。あ、全然いいですよ。ありがとうございます。ごめん、ありがとうございます。そうなんですよ。あ、写真撮ってもらっていい。あ、全然もう撮りましょう。ありがとうございます。金鳴らしてきました。なんなかった。なんなかった。なんなかった。そんなことあるやん。さっきバコーンってなったって言ったけど。はい、チーズ。ありがとうございます。めっちゃ YouTube 見てます。ありがとうございます。じゃあ金が鳴るかもしれんし鳴らへんかもしれんな。え、鳴らないなんてことあるんですかね。なったら俺らはうまくいくし鳴らへんかったらもう俺ら終わりや。おしまいですか。そう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 。それで運試し。え、だからミッキーおらへん。間違い感あるカバン置いてあるもん。なんかめっちゃ鳴っとるやん。じゃあそこはうまくいくってことですか。うん、確かにな。もうそういうことやな。ただ金が鳴っただけでめっちゃ爆笑しとるんやけど。怖っ。確かにな。俺お賽銭で金出したら意外にならへんやな。じゃあちょっと賭けですね今日は。鳴るか鳴らないか。鳴ってほしい。うん。じゃあ鳴らせよ。じゃあ。めっちゃ景色いいやんこれ。すごっ。映えすぎやろこれ。じゃあ行きますか。せーの。すごい響き。しかもさ、金鳴らそうと思って引いたタイミングになったからビビりすぎたマジ。これ合ってるんですか？いや多分間違っとったと思う。いやー鳴らし終わりました。なんかめっちゃ全員疲れてない。なんかね、なんか僕ら来たんですけど、うん、2人が長すぎて、うん、そんな金のとこで喋ることあるっていうぐらい。いや何そんな満足げな顔してる。今日一楽しそうな顔してる。どういうことなの？すっきりしました。すっきり。何したんさっき？こんなんかめっちゃ長かったんですよ、うん。すごいな。じゃあ行きますか。行きましょう。踊ります。踊りましょう。はい、あともう時間もないんでお土産どうするかっすね。それ考えていた方がいい。うまくなって何なんすか。え、さっきなんでアクセサリーって言われたんでしょ。うん、アクセサリーのアクセサリー、うん、なんかパート見した感じなかった。でもお寺行ってたらお守りとか。あー、お守りってさ、でももらった方結構困んない。確かに結構重いっすね。重い重い、うん、なんかしかもなんか入ってそうだし、ね、後処理どうしたらいいか分かんない。捨てれないしね。溜まってく一方、うん、やっぱアクセサリーとかキーホルダー系が無難な気もしますけどね、うん、食べ物とかも食べてるだろうし、みんなでお揃いのハンカチとか。ハンカチ渋え、なんか鎌倉っぽくないですか。ちなみにこの中でハンカチ今持ち歩いてる人いるんですか。持った。持たないです2人とも。持たない。え、六本さん持ってんの。持ってないです。なんで引いたの。じゃあ全然いらないじゃん。使うかなと思ったんです女の子。自然乾燥かな。服服です。ギャルだな。舐めんなよ。ギャルってハンカチ持たないなっちゃうんだ。佐々木さんの舐めんなよ。出た。舐めんなよ。まずギャルの味方なんだけど、ね、写真どうしますか。なんか絶景の。そう、人力車って絶景に入らないですか。うん、めっちゃ絶景でした、ね、え、うちらが絶景っていうあの下りは。あ、そうだね。ここでチェキ取った方がいいんじゃないですか。この確かに確かにね、ぐちゃぐちゃになってる感じよ。はい、行きまーす。3、2、1。いいねいいね、これエモいわ。なんかうちら結構仲良くない、うん、確かに超仲いいと思う、うん、あっち一人負傷してるからね。ミッキーくんが回してる。まあそうか。いや、ミッキーが女の子さんに回すって今の時期にすることでもね。間違えた。
性格とかって結構あれなんですか、人見知りなんですか。はい。え、それって中学校の時は人見知りなんですか、学生の時は。中学の時は分かんなかったですけど、高校、うん、高校からっすね。あ、高校からなんだ。あ、そうなんだ。中学の時は違かったんだ。だってまあなんかその小学生から上がるじゃないですか、うん、みんな一緒に。だからまあそんなに友達もそのままやったんで、知らない人が増えて一気に。そうですね。そうなんやこいつ。なんやこいつ。敵意は何なんですか、人に対する。なんで敵意になっちゃうんですか。猫だから。モンゴル。モンゴルだから血が騒ぐ。そう、モンゴル相撲で勝負しながら。あー、相撲したくなっちゃうのかな。やっぱりね。怒られるんじゃない、それ。モンゴルの人。モンゴルの人みんな相撲してるわけじゃないし。逆にさ、ギャルとかはさ、ギャル同士でみんな修学旅行行くの。めっちゃ陰キャだったじゃん。一人でなんか。言ってた。で、なんかお姉ちゃんにみたいな。うん、あのブリッジさせられてギャルに出会って、次の日から学校行けなくなって、それから克服できたというか。自分で殻破った。そうそう、すごい。はい、殻破られた。殻破られたってことだよね。はい。なんか今どんぐり削りしてたんですよ、一人で。じゃあ何ですか。どんぐり削りってなんですか。どんぐり削るんですよ。一人ですよね。そうそう、なんかフリータイムとかフリー休みあるじゃないですか。はい。その時間友達がいないんですよ、一人も。だからどうしようと思って、でも友達いるっていうアピールはしたかったんで、おかげに隠れてどんぐりに削るっていう作業を。それがなんで友達いるってアピールなのか。なんかそのトトロと友達なのかな。忙しいよみたいな。あー、今仕事してるから。友達いるけど仕事してるから今ダメだよっていう。忙しいよみたいな。それ言ったら俺も寝てるふりはずっとしてましたね。え、友達いなかったんですか。僕もいなかったんで、休み時間になると。あ、でも分かる。あー、眠っ。寝よう。誰も聞いてない。寝よう。寝るんですけど、実際は休み時間喋る人いないから。だからめちゃめちゃ目開けてるんですよ。え、何かやる。もう本当、え、これ早く終わんないかな。俺マジでチャイムになったらだるって言うんですけど、やっと始まったと思って。やばそういうことなかったんですか。高校の時は、まあ一人で飯食ったりしてましたけど。そうなの。それって苦に思わないですか。全然でした、僕は。だから本当に多分一人が好きなんで。え、一人好きだったんですか。まあ、大学の時とかはもう一人で弁当食べたかったから逃げてましたね。まあ、寂しい時もありますけどね。で、高校が寂しかったですけど、中学とか慣れちゃって大学を逆にしてるのが楽みたいな。一人行動絶対無理ですね。抜け合わせ絶対無理です。あ、そうなんだ。だから洋服行く時も飯ついてくださいよ。寂しがりやそう、なんか。うんね。え、でもゆずはちゃんは、そのボールそっちタイプだったよ。友達と一緒にいる時もあれば、喧嘩して一人の時もあったりとか。まあ、それぞれ。結構それぞれ。強そうだね、意外と。全然強くない。え、わかります。ちょっと強そうじゃないですか。マジ。何が強そう。気が強そう。あ、なんか意外となんか怖いものシリーズな感じだから。結構なんかバケバケ戦うみたいな。あとプラスでなんか何言われても聞かなそうな。そう、メンタルいかなそう。なんかさ、喧嘩にならなそうだよね。なんかこっちはこういう理論でこう言って、でも、いやそんな、いやユズハはいやってやつ。めっちゃ言ってたかも。ユズハいやって。ユズハいやって。なんかちょっとお土産っぽいものを見つけたんで、ちょっと行きます。いってらっしゃい。お前も来い。はい、ということでお土産買ってきました。イエーイ。これです。買いました。結構喜ぶ。いや、これ喜ぶよ、絶対。これめっちゃいいの買いましたね。じゃあちょっといちご飴食べる？うん。いちご飴食べよう。いちご飴食べる人。あ、え？じゃあ私も食べる。気使ったよ。じゃあ大丈夫。キュウリ漬け1本。キュウリ漬け。あ、キュウリ2本で。キュウリ2本。キュウリ2本といちご飴2本。メジロン。じゃあいちごで。あ、じゃあ3本で。いちご3本。美味しいイチゴ3本ください。美味しいよ。うわ、すごい、めっちゃ美味そう。かわいい。かわいい。ピカピカ。かわいい。ユザちゃんも。あ、かわいい。あ、かわいい。メジも、メジも。カメラ目線、カメラ目線ね。あ、かわいい。かわいい。なんかピンクだね、絶対。なんかいいよ、ピンク。なんかメルヘン。お、で、次は？うわ、これも。うわ、渋い。渋い。似合うっすね、やっぱ。本当だ。めっちゃいい匂い。乾杯しましょう。じゃあいただきます。いただきます。めちゃめちゃいちご甘いじゃない。めっちゃ甘い。やっぱいちご飴似合うっすね。うん。なんか絵になるね。
写真撮ってください。チキチキ。あ、確かに。阿部さん。阿部さん。プライベート買い物した。あ、じゃあ持ち持ってんだけど。いや、商品じゃん。商品会めちゃくちゃ遅刻したんですけど、やっとね、バスのところに持ってきました。はい。お、来た。あれや。到着した。1時間ぐらい待たしたんじゃない、うん、ガチで。まあ、俺の体調不良とかいろいろあって、申し訳ないけど。ちょっと行きますか。はい。楽しみましたね。はい。ダメだな。阿部さんはなんか懐かしい。懐かしい。出会え。じゃあ再会。やっと出会えた。やっと出会えたな、なんか。いやギャルっすね。お、子供たちが。え写真撮りたい。ニコルさん。あ、お母さん。かわいいな。で、何歳なのガチやん。ガチやん。ビビっちゃってる。ビビっちゃってる。何歳なの？小六？小六か。じゃあやめとくか。わかる？いや、じゃあ取ります。携帯は？持ってきます。あ、でもこの動画に向かって一緒にピースしといたら、あ、ほんまや。確かに。撮れるから。さて、あ、いつもだ。さて、君だけ、君だけ。ピースで、ピース。光のピースで。ちょっとしとこう。はい。いくよ。はい、はい。チーズ。おい。ありがとう。バイバイ。かわいすぎるな。行こう。めっちゃ寝とるね。ぐったりやん。めちゃくちゃ寝とるで。寝ますね。え？やばかったっすね、こっちのチームも。どういうこと、やばかった。なんかめちゃくちゃもう。いや、もう死んでますね。それ何理由なんだ。相当だから遊び疲れたってことよ。そうそうそう。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。制服デートどうでした？懐かしく感じる、この5人が。分かる分かる。久々に見たみたいな。昨日5人みたいな感じ。分かる。帰ってから全員寝とったから。まあ、待ち時間はちょっとありましたもんね。とか僕らめっちゃせかされてたんですよ。早く行け、早く行け。めっちゃせかされてたよ。誰に？阿久津呼びない。そっち何してたんですか？僕らでも結構綺麗な映画多かったですね。景色が根本景色良かったですね。全然違う。絶景なんか全く別々違う映画撮れた。俺らめっちゃ人いたんですよ。非常に京都みたいな感じ。京都みたいな。あ、今そうです。すみません。オウム返し。オウム返しって呼んでた。びっくりしちゃった。なんか山びこみたいな感じ。ちょっと遅れて聞いてくる。フクロウカフェ行きましたよね。あ、そう。めっちゃ可愛かった。可愛かった。ゆずちゃんがひたすらフクロウ威嚇されてた。めっちゃ笑かった。めっちゃ笑かった。フクロウって、フクロウがこうやってこう。可愛い。名人はどこが一番楽しかったの？それが見て気になる。名人の爆笑ポイントどれがあった？爆笑ポイント飯とかじゃないですか。飯じゃねえ、楽しかった。まあまあ飯はおもろかった。温度差すごいな。飯があれでしょ、あの名人がボンボルジンって言って二人とも信じてからずっと続けた。え？嘘ですよ、あれ。嘘？嘘？モンゴル人って確かにちょっと目つきが。モンゴル人も消せないもんね。やっぱ相撲するんですか？そっちはやっぱ一番良かったのどこなんですか？うわ、結構いいとこいっぱいあった。いろんなもん盛り上がったと思いますけど。でも最初ヒカルさんが迎えられた。体調不良で俺ら最初バスで休もうとしてたんですよ。まさかの1-3で行かないといけないっていう。一旦だから別れたんで、僕一人だったんで。行ってたんすけど、ほんならなんか途中でヒカルさんがファン引き連れて5人ぐらいで歩いてきて復活したんだよね。そう。何があったのそれ。分かんなかった。バス待ってて30分待ちやって、ファンにめっちゃ声かけられて喋っててなんかリレーしてたら一度前が合流したんですよ。なんか元気出てきてファンと合流してた。シャボンから力もらった。あ、そうそう、そんな感じです。シャボン玉5個ぐらい引っ下げて戻ってきて。はい。まばら大丈夫なの？まばら大丈夫。治りました。え、治った？治った。え、大丈夫？なんか薬とか飲んでないよ。大丈夫。非常に痛がってたのに。ロキソニン6粒飲んどいた。あ、なるほどね。じゃあお土産ちょっと渡し合いますか。あ、ミッションですね。ミッションになりましたよね。何個買ってきたんですか？1個ですか？みんなの分それぞれ買ってきた。あ、嬉しい。カマンクラといえばみたいなやつ。結構本当にシンプルにいいやつ買ってきちゃったんですけど、こちらですね。小銭入れみたいな。それぞれね、用意してる。色違い。色違い。これかな。で、こうで。あ、これね。マリちゃん紫っぽいか。マリちゃん紫。ありがとう。じゃあ俺のもチェキ、チェキ入れときます。チェキこれか。あ、だるまね。かわいい。皆さん、ウサギ。ピンクウサギ。あ、そう。ウサギだって。ピンクウサギだって。ピンクウサギ。これ？え？めっちゃまがまがしい。ブーリーラ
事。大事。かっこいいってことですね。でもかっこいい。これだよ。なんかこけし。こけしね。なんかかっこいい。でも良くない結構。おしゃれおしゃれ。ここにもあれですか。あ、僕らのあります。僕らのあれです。え？なんでファクターつけるんですか。え？こけしやだ。なんでファクターね。ずるい。ってな感じですね。ありがとうございます。なるほど。ありがとう。これは見たい見たい、そっちの。いっぱいありますよ。どうする？めっちゃある。どうする？あ、じゃあこっち最初、名人からね。名人。あ、これ名人に似てるっていう話。似てる。そう。名人なんだけど。雪よ。雪よ。名人さんはやっぱりあのモケケ集めてるんで、江ノ島のモケケ。はい。あ、嬉しそう。はい、これユザちゃんのお面です。これがマミお面。はい、これロケバスさん。はい、これ名人。はい、これ佐々木さん。ああ、佐々木さん。佐々木さん。それぞれのお面買ってきてくれた。あれ、緑は？お面買った。ええ？え？あれ？買えましたよね。買えました。もうこれでいいんだよ。じゃあ綺麗。あ、多分おじいさんが間違えちゃったんです。おじいさんが間違えたならしょうがないか。あとね、キーホルダー。あ、キーホルダー。いいね。みんなのお揃いのやつ。そう。これ最後ヒカルさんがね、みんなが買ってこうよ。多分みんなね、懐かしいって言うと。うん。もう絶対誰もが見たことある。よー、せーの。見たことないですか、これ。ないですか、これ懐かしい。え、知らない？憧れてた。これ結構有名っすよ、多分。え、めっちゃ有名っすよ、これ知らないっすか。初めて見た。携帯につけたい。いろんな色あるから、それぞれ。すごい、緑ある。じゃあ、あの名物のおまんじゅう。ありがとうございます。夫婦まんじゅう。今から晩飯ですもんね。そうなんだね。じゃあ、これ最後ね、まだあるんで。全員の。それが本番。本番。これはまあ、もうちょっと前座みたいな。全員おそろのブレスレットです。おお、すごい。おそろいのブレスレット。だからギャル捨ての撮影の時に全員これ着てこうみたいな、そういうやつ。え、すごい。超かわいい。いっぱいあるんですけど、どうしましょう。適当な色買ってきたから、好きな色って言ってもらったら。まあ、だいたいピンクと青なんですけど、つけれるかな。一回サイズちょっとわからんけど。え、めっちゃかわいい。おお、かわいい。かわいいな。え、いい感じじゃない？いい感じ。待って、サボイさんにつけてる。サボイさんもつけてる。まあ、もう高校に行きました、僕はこれ。あー、いい。私もそれしようと。私中に入れちゃった。中にもう押し込んだ。ハウスハウスだ。はい、じゃあ次、お互いのキュンキュンチェキを。ああ、やってください。いいね、キュンチェキね。取ってきたと思うんで。はい、めっちゃ取ってますからね、こっちは。もうできるぐらいありますから。その中でも特にキュンキュンするやつを3枚ずつとか。ああ、いいね。じゃあちょっとロケバス厳選頼んでいい？厳選で、ミッキー厳選で3枚。ちょっと僕選びますわ。迷うな、いいのいっぱいあるからな。キュンキュンチェキですからね。どっちがキュンキュンさせるかと。それぞれ1枚ずつ戦い合いません？ああ、いいね。で、1回1回勝負していきましょう。ああ、いいね。どっちがキュンキュンしたか。じゃあ相馬さん、マグジャンの方で1枚か2枚選んでください。先方からいきましょう。先方誰？はい、言います。じゃん。するかな。ああ、この人力車の。ああ、まあ無難だ、無難だね。すごいな。めっちゃ綺麗。なんで人力車の人みんなあんなパツパツのズボン履いてるんだろう。確かに確かに。よりラッキーかもしれない。確かに。これで蛍光色の靴履いてたらね、もう完全にね。完全によりラッキーやる。しかもちゃんと固めてあるし。確かに。頭ガチガチ。みんなしかも短髪だし。やばい。はい。人力車。あ、オッケー。あ、マスク。あ、マスク。おー、いい感じ。見えないけど。キュンキュンしたこのタイミングで。いや、しましたね、もちろん。それはねえ、ほんと、だからめっちゃ、だからねえ、ねえって。なんか、密着型だったの。密着型って、密着型って言うと、その泡マッサージみたいになっちゃうから。合わせる、全体で、全体になっちゃうから。もうあれ密着してないし。自分のやったら、そういうことやるな。次、僕ら、こちら、ドン。うわぁ、ぽいな、なんかぽいな。浜辺でシャボン玉です。確かになんか学生感あるな。これこそちょっとチェック取らないと。これこそ。あ、めっちゃいい。全然出ないんですよ。あ、じゃあ2人。ちょっと帰ってきて。これ逆か。ここでベストショット取れそうだ。あ、でもいいかも。よし、来た。ベストショット。うわ、
いいなぁ、いい写真でしょこれ、いいなぁ、はい、エモいエモい。誰が判定するんですか。合計勝負しますか。合計勝負、合計勝負、じゃあどの流れでいっていいですか。はい、じゃあ次、はい、こっちだけいったもんじゃない。まあいいよ、じゃあそっちはいいよ。すごいじゃあはい、順番大事、いきます。順番大事だ。じゃん、あー、まあみんな集合、全員集合写真、全員集合で、あ、そうなんだ。キュンキュン、これはキュンキュンだよね。全然な、記念写真みたいな。まあまあキュンキュン大事だよ。そうですよ。え、僕らも見ます。え、あ、そういうことなんだ。頭本望してる。あー、え、大丈夫。あー、なるほどね。すごい調子してる。でも、でも、もう急に赤星が出過ぎじゃないの。キャリーのワンワンってこと。やめやめやめ、危ない危ない。ワン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 、飼い主、飼い主やん。ちょっと首を探さなあかん。やめやめ、すぐワンワンつけるだって。次行っていいですか。はい、まあ、さっきほら人力車行った時の名人が誰と乗ってたのかっていう、めっちゃ気になる。そこ、これですね。これ見るとあのなんか社員旅行なんですよ。僕二人なんかもう仕事の話しかしないで、就任式みたいな。坂継ぎ来ました。なんかキュンキュンじゃない、こっちでもついこんなんすよ。またさ、これチェック会ですからね、これ。行きましょう。ちょっとお二人そこ並んでいただいても、背中で、あ、でも結構今やって、あ、今やって、あ、いいやいいや、あ、ちょっとそのままそのままで、気持ちベロちゃんサイドに一人ずつ、あーあー、いいね、いいね、そこやな。はい、後ろ姿のエモい、後ろ姿のエモい。次最後行くか。これだけは見てほしい。出たい。はい、せーの、オープン。なんで、なんでまた一人にするの。観覧車でも一人やったのに。怖っ怖っ怖っ、知らない、怖っ、映り込んだみたい。メジもチェキ取った方がいいんじゃん、一人。これですか、うん、難しい。自撮りで。いけるんかな、いけるで。近さで。いけるで。いけるで。おー、いいで、いいで、いいで。思い出チェキ。今、名人自撮りチェキ取りました。最後、なんかすごいのあるけど、はい、こっちは、もう正直、どぎも抜きますよ。はい、正直。なんか、ちょっと待って、心の準備しっかりしてください。ほんまに。はい、タイトルは、はい、いいんです。はい、本当すいません。もう僕がめくるのもなんかあれなんですけど、はい、いきます。あれ？うわ、これもう正直なんかチェキというよりは証拠です。あれ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 、ちょっと。とうとう尻尾出したってこと。はい。とうとう出した。すいません、これちゃんとちゃんと映してください、ほらほら。勝った方がいいんじゃない？結婚式こんなん普通でいいですか。え、何やってるの。また膝ついて、膝、はい、ディズニープリンセスやと思ってください。やったことないわ、こんな感じ。何それ。ちゃんと、そうそう、そうそう、かわいい。そうそうの言い方めっちゃ色くない。あ、でもめっちゃいい、なんかめっちゃ色くない。え、めっちゃいい、見たい見たい。え、かわいい。罪の男やな。楽しかったですね、これチェキ取って。楽しいです。なんだろうって、キーリープとお前さん二人で金鳴らしてますから、しかもなんかめっちゃ金のとこの時間めっちゃ長いですよ、二人の、金鳴らすだけやのに5分ぐらいなくて動かなくて、動かない、出てこなかったって、うん、10分ぐらい。でもめっちゃ長かったですね。しかもなんかチェキ取る時も取ってくださいって言ったら上着脱ぎ始めて急に。え、怖い怖い怖い。ちょっと僕らが怖かったです、ちょっと。何ニヤニヤしてるの。怒ってる。いや、これあかんでしょ。あんなもね、言ってたのに。まあ、ミキーよく言えたな。いやー、でもいいっすね。写真見ただけ楽しそうは分かるね。まあ、そうっすね。そっちだけで楽しそうじゃないですか。全然楽しそうじゃなかった。楽しかったよね。違う盛り上がりですね。修学旅行みたいになっちゃったね。確かにね、この一人でなんか撮ってる感じとかはね。修学旅行とか、まあ、社員旅行やね。マーミの写真がなかった。確かに。あ、確かにそれなんなかった。iPhone で撮っちゃいました。あ、じゃあ今撮って、今撮ったらいいんじゃない。今今が残ってる。うちはチェキシーいるんで。チェキシー出ますよ。うちがチェキシーが。確かに。指示通り動いてもらっていいですか。チェキシーの。小さい声でエロチェキ。もうちょっと密着した方がいいね。あ、そもそもちょっと左手、左手余ってますね。ごめんなさい。はい、チーズ。かわいい。え、めっちゃいい。ありがとう。あ、めっちゃいいけど。なんだろう。あ、めっちゃいい。ハンバー。ハンバー。
で、この後なんですけど、今からちょっと原宿に帰って、制服まだ着てるんで、プリクラを。うわぁ、また続くん、修学旅行。はい、すごいな。頑張ってもらえるようにして。ああ、もうそこから始まってるんや、もう。まあね。じゃあ、楽しんでいきましょう。疲れが出てる、疲れが。すごい体勢になっていてます。汚れてる。これこそキュンキュンな気がします。確かにこれこそチェキじゃん。こんなキュンキュンなゲームしてます。ゲームしてます。スイッチ中です。青春っすね。